今皆さんこんにちは、はじめまして、昨年の10月からフェイスワンの支援のご意見を収集しました手島純也と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。それでですね、これだけ人数がいらっしゃるとなかなか難しいかと思うんですけども、せっかく休みの貴重な時間とお金を使ってここにいらっしゃっているので、僕途中で挙手をするので声掛けしてもらって全然構わないので、どんどん質問してください。せっかくこの場にいるので疑問があることがあれば何でもお答えするので、そのつもりで意見いただければこれ幸いに存じます。なので、本当に遠慮なくどんどん質問してもらえればと思います。早速やっていきたいと思います。一つ目はですね、ジビエのコンソメ、ただ今日ジビエのコンソメとですね、ジビエのトリュフと2品をよりご紹介させていただくんですけど、どちらも全工程を全部見ていただくことができない料理の創作のゼロから完成までにものすごい時間がかかる料理の2つです。なのでどうしてもちょっと知らざるを得ないんですけど、そこをご紹介ください。コンソメの方いきます。まずですね、本当は工程として、1日目なんですけど、ジビエの本を取ります。今日はですね、まだジビエといつも9月の後半です。ここにいらっしゃる方はほとんど業界の人だと分かったのでご存知かと思いますけど、ジビエが完全解禁しておりません。なんで得られるものがまだ少量だったんですけども、今日の本のベースはですね、本州鹿の骨の冷凍ストック と、カモ、ウズラ、あとは、ジビエのクルトの方にも使ったんですけども、スコットランド産のフィジョンラミエのカルカスを使って本を取ってます。でこれはやってらっしゃると皆さん十分分かると思うんですけども、本とかソースのベースって作る量に味が比例します。絶対にやっぱり少ない量だと少ない味のどちらかというと厚みの少ない味になっちゃいますね。やっぱりある程度総量が多くあった方がいいと思いますね。やっぱりシリアはそういう意味ではとても恵まれた環境にありますので、まずストックの場所があるとか、総量は使える、一日の日々 の、 その使う量の総量が多いとかじゃないと、そういう理想的な量を使うことができないと思うんですけど、そういうありがたい環境で仕事をさせていただいているので、総量が多いベースを作ることができます。和歌山の時も比較的、冷蔵庫、冷凍庫は大きいものがあったので、大量に作ってストック作ることができました。今日その本を用意してますけど、その本が総量、最初に作る総量が味に比例することを覚えておいてください。でそれで鹿とですね、フルセットにあるという感じで本を作って、ある程度煮詰めたものを今日ここに用意します。それを今日ちょっと裏返しする作業だけ皆さんの前でお出しお見せできればなと思います。ジビエが僕が特にやりたくてフランスに渡ったんですけども、僕が弟子にしたシェフ、吉野立シェフはジビエの名手のシェフでありました。実際僕もその料理を食べて感動して修行させていただこうと決めて弟子にしたわけなんですけども、ジビエ、僕がフランスに渡る時ちょうどですね、まだジビエなんて言葉が一般的に浸透していなかったと思います。それぐらい知名度が低かったんですけども、もう20年経って一般の方もジビエの言葉、ジビエ料理の言葉に理解をしてくれるようなことになってますけども、やっぱりジビエ料理東大で何が言えるかというと、フランス料理で僕は花だと思ってます。なぜか課金、普通の状態の食材っていうのは食べるために育てられてて、一定の質にその値段に伴いますけど、コントロールされてる。ジビエはそういうわけじゃないですよ。野生のものなんで、育ってきた環境、オスメス、食べてる餌、そういうので味わいが全然違います。あとは量で取られたものなので、量のされ方、そこから量がした後、その厨房に届くまでの時間、処理の仕方で、だいぶ肉そのものの性質が違います。そういうのを見極めて、自分がどういうふうに料理を仕立てるかっていうので、プリンとしてとても配慮が起きますよね。自然を相手にしているっていう感覚になるのが。それが、ジビエ料理のこのフランス料理としての大分の一つかなと思います。長くなりましたが、やっていきたいと思います。まず今日はですね、クラゲ用のお肉が、ここも本当は多種類あった方が味が複雑になって深みがあります。ですが先ほど言った通り、まだジビエのシーズンが完全にスタートしていないので、今日選べるものが少ないので、鹿とドリングでクラゲ用する、これが本当だったらもっと割合がバラバラです。であくまで目安で今日ルセット出してますけど、ほとんどルセットないです。
和歌山時代はですね、これを他人がすることが一切なかったです。本の状態からクライアントすることまでなので、僕という人間が介在している以上、ルゼップが多少なかったとしても一定以上の料理に必ずなると思って作っていたので、ルゼップがないです。ただ今日ちょっと元々その、今あるルゼップなんですけど、本を僕ありがたいことで仕事書店から出させていただいたんです。その時にですね、どうしてもルセップが必要だということで、ルセップを作りました。その時のルセップを参照でお出ししています。あくまで目安なので、ただそれを守って作っていただけると、最初大遅れすることはないと思います。もしよかったらぜひよろしくお願いします。では肉を引いていきます。
軽く寝ます、ほんのちょっとだけグロスギアンドフランスの、ゲアンドさんの原理ですね、加えます。ここにトマトコンサントレ、これの醤油ですね。あんまりその他のコンソメの時、もちろんトマトコンサントレ入らないというコンソメはほぼないんですけども、量が全然違いますね。ジビエに関してはトマトの酸味と香りが若干合わない気がするので、使う量はそれに対して少ないです。で、昔ですね、本当に昔の作り方、ここで本当に粘り気が出るまでしっかり練りなさいと教わりました。そういう一つ一つの教わった工程に対して他の若い方に修行させていただいた時に、一つ一つ自分の中で検証していきました。果たしてそれが言われたことがどういう根拠があって、どういう結果が生まれるか、ここで練り込むことの理由って、練って練って一生懸命タンパク質を出す作業なんですけど、正直なところそんなに僕の中で必要じゃないと思う。この後卵白をここに加えてて、卵白がしっかり卵白がここに混ざりきることが大事だと思うので、ここが練り切らないです。これは人によって全然違うと思います。でですね、僕が若い頃コンソメを作るときに、ちょうどですね、今日僕が一番最初に修行をスタートしたレストランの若い子が今日来てくれるんです。山梨県にあるキャセロールというレストランだったんですけど、そこで年1回ノエルの前にコンソメを初めての年に作ったのをよく覚えてるんですけど、とても感動したんですよ。この中に世の中にこんな美味しい液体があるのかと思うぐらい。それの時にシェフがすごい言ってたのが、卵白をここでいっぱい使うと暗闇すること、済ますことがとても簡単だけど、卵白の香りとか味からコンソメの味をシェアしてしまうっていうことをすごく心の中で覚えてるんです。で、そういうつもりでやってたんですが、若い人にとってその何回もコンソメ作るときに、卵白に関しても使う量、ソメに関してどれぐらいいるかっていうのをすごい考えたんですね。確かにこれ入れすぎちゃうと卵白と卵の香りと味が強くなって出てしまうんです。だから極力少ない方がいいんですけど、昔ほど神経質になる必要は今僕ないと思うんです。それよりもしっかり進んで、きれいな構成で、大事なことは見た目で味なので、味がしっかり作れることが目的なんですけど、しっかりすることがコンソメとても大事な重要だと思うので、適量の卵白を加えます。でですね、今日ちょっとジビエのコンソメで一般的にポンに入らないものが大量に入ってるんですよ。赤ワインが入ってるんですね。ほぼ煮出す時に赤ワインを入れるっていうことはほぼないと、ジビエのソースとか以外にないと思うんですけど、このコンソメ用に赤ワインが大量に入ってるんで、アルコール分は、3時間以上煮出しているので飛んではいるんですが、酸味が残ってるんですね。この酸味が卵白の作用をものすごい下げるんです。最初それに気づかなくてきれいに暗い目できなかったんですけど、今気づけるのである程度卵白しっかりなってきれいに済まされていません。その赤ワインの酸味によってトマトが半分で卵白を加えて練り込んだとトマトをもう一度加えます。これ先の方で入れちゃうと水分なんで練り込むことができません。なので後から加えます。テトマトを入れる前に一緒に、ミンサーの中に少しずつスパイスを入れて回していきます。これ一回ちょっとミンサーに負荷がかかって止まっちゃうんで、少しずつえ、黒胡椒、白胡椒、クルジロックジュニエムです。ジュニエムが入るのがジビエのコンソメの香りの特性の一つだと思ってます。
ったので、これに、本を加えて比べていきます。あ、すみません、はい、赤ワインの量はどれくらい、本の全体の半分が赤ワインです。そうです、ちょっと説明しづらいけど、どれくらいの、これの高さでいうとこれぐらいの寸胴で、幅でいうとこれぐらいの寸胴で今日取ったんですね。だからあの8割ぐらい液体が入っている状態です、ものと。その量の赤ワインが半分です。で、厳密にですね、本当に味を理想的に寄っていくと赤ワインそのものの質をここでしっかり問いたいところですね。フランスではあのジビエの料理作る時に赤ワイン別にカオールを使ったりとか、してたんですけど、なかなか日本でそれまでやっちゃうと予算的な問題があるんでできないですが、可能なのはそういうこの料理に対してどういう赤ワインを使いたいかっていうのを明確にして追っていくと味はレベルが上がっていくと思います。で、ごめんなさい、その本を離脱するには伏せてるのも書いてあると思うんですけど、赤ワインと、フォンブラン使ってます。でもし手元にあるならば、これを作った時の2番を残しておいて2番を加えます。で少しずつ液体を加えてなじませていきます。今僕が働かせていただいているシェイユも厳格なリセットがほとんど存在しないです。最終的にどちらが正しいは僕ないと思うんですよ。でそれを作られる皆さんがどちらかを選択して、自分の最終的なあのこういうものを目指したいっていう味を作り上げるときに参考にしてもらえればと思います。あとはもう、少し最初のうちは全然かき混ぜていただいて、温度が強くても構わないんですけど、途中から温度を落として60度から70度の間を時間を長く保つようにします。最初かき混ぜる理由は、かき混ぜておかないと下に沈殿した肉が焦げついてしまう上にかき混ぜます。
ここ最初しっかりかき混ぜてください。ここはいくらでも軸動かしても完成度に関係ないんで。今調理科学がすごい進んでいるので、どうしてこういうことが起きてこうなるかということが解明されています。僕自身も料理の9割は科学だと思っているので、理解かと思われるかもしれませんが、とても大事です。料理理論と科学、ただしです、科学や理論が分かっていたとしても、それを具現化する技術がないと作れないですよね。その技術がどうしても体得するまでに時間がかかるのが料理だと思います。そこを焦ることはできない。二段跳び三段跳びもできないですね。これはもう日々意識しながらやるしかないと思います。で、最終的に技術が具現化できるようになった先がセンス。僕もまだまだ修行中なんで、そんな上から物を持つことはできないですけど、最近僕は強くこの世界に思っていることは、技術が少しないがしろにされすぎてるなと思うことです。やはり技術は大事だと思います。最初ですね、コンソメをジビエのコンソメを作った時に作り始めた時って、それこそジビエのコンソメってジビエだけしか使っちゃダメだみたいな強く思うんです。ゆえにそれこそジビエのコンソメだから。だけど最初それで作ってたものに対してお客さんの経過が非常に良くなかった。和歌山という場所で、まだジビエなんて言葉が浸透してない状態でそういう料理を出していたので、やはり強力なそのインパクト、料理人的にはいいと思うインパクトを一般のお客さんはそう思わないですね。それでは、もしそれが場所が東京の真ん中だったら話は別だったかもしれないですけど、和歌山という場所でジビエの料理を理解してほしかったので、美味しいと思われなかったら始まらないと思って、途中からジビエ 100% じゃなくて、さっき見たように言ってるまで鶏肉を買えるようにしたんです。品質をあくまで香りは主体、味香りの香りと味を主体はジビエでしたけど、もうちょっと馴染めるようにという形で少しずつ変えていた部分もあります。それは自分の中で、ひよったわけではなくて、多くのお客さんに味を理解してほしいと思います。例えばですけども、今日初めてフランス料理店に来ましたっていう若いカップルに、僕がいくら自分料理が得意です、ぜひ食べてみてくださいっていうよりも、おそらくですけどロッシーに食べた方が幸せですよ、きっとですけど、ということに和歌山で進歩していただくと気づいたんです。フランスに行ったことはある人はご存知かと思いませんけど、思いますけども、フランスってとんでもない量があり、素晴らしいですが、何件もありますか、決してパリに引けも取らないような、そういうその田舎だからっていう理由にならないことがフランスで見てきたので、和歌山でチームに就任した時にぜひ僕もそうしよう、何も都会だけに素晴らしいですがあって、それがトップを切ってるわけじゃない、フランスを見ててそう思ったので、そういうつもりでフランスで和歌山で中になったんですけど、数年経った時にあえて望まれていることに乖離がありすぎる。そういう時に、お客さんに対して自分の側からスタンスを変えて美味しいと思ってもらえる料理を作ることが悪いことではないというふうに思いになりました。
作るっていうのもその一番最初のレッサンの処理を教わったことの一つです。この状態までいくとですね、完全にボコボコにしない限り失敗しません。あとは時間をかけてゆっくりこのエッセンスを、機体に煮出していくということですね。こまめにアクは必ず取り上げる。大体ですけども、最低で1時間、最長で3時間ぐらい。ちょっと時間は多いですけど、始めをしつつ、やっている量、やっている本の質で煮出す時間があります。でですね、ジビエの本やジビエのコンソメを煮出すとよくわかるんですけども、課金同じような液体で煮出した時に何が違うって、ゼラチン質が全く出ないんですよね。そこの味の補足も僕にとっては重要なテーマです。で、最初の10分15分はまだ味のコントロールが可能なので、今塩が続いて入れました。で、ここでもう香り、そう、今の香りで大体1時間後こんな香りになっているだろうというのは僕の中で経験値としてあるので、今の状態だと香りが強いので12分を少し加えます。はい、今日は比較的黒い辺使った肉がエゾジカのもものいいところと鶏肉なんで、そのものにすごい癖があるわけじゃないですけど、これがジビエのシーズンの終わりの頃になってくると、いろんなジビエの端にかけますよね。それでやるときはかなり強力な香りがあったりするので、それをうまいことスパイス、ハーブでコントロールしていきます。で、これがいろんなジビエが混ざり合ったものをうまいこと煮出していけると、本当に素晴らしい味の味わいと深い香りと味わいになります。今日はちょっとさす、自分で言うのもなんですが、8割ぐらいの味だと思って飲んでたけど、このシーズンの終わりの頃になるとすごく厚みがあってしっかりとした味わいで、長い余韻の液体になれると思います。それこそはそれでお酒が飲めるぐらい。では、私のね、ジビエを作ってみましょう。これもですね、全工程を見ていただくことがちょっと残念ながらできないので、最後の組み上げと調整、ソースの解説をしていきたいと思います。もともとはですね、僕が修行をさせていただこうと決めていただいた吉野武夢シェフのスペシャルでジビエを作るとを基本的に踏襲しております。細かいところをいろいろ変えさせていただいてて、全然全部はありますが、自分のやりたいように作り始めていって、精度を変えていったのが今の形であります。この料理を食べたからこそ、僕は吉野シェフとして働きたいと思った料理なので、非常に思い出のある料理です。それぐらいやっていきたいと思います。ちなみにですね、僕全然関係ないんですけど、僕が生まれて初めて料理講習会を受けたのは、この教室ではなかったですけど、マトリチョイシェフを行われた午前中が上垣元シェフ、午後が井上シェフという運動講習会だったので、とても感慨深いことがあります。ビジョン、ラビーですね、野生のビジョンになります。毛付きのものを仕入れて、毛を剥いてフランベまで仕上げます。下ろしていきたいと思います。まず先にですね、今日は使わないので足首先を引き抜いてしまいます。まあ、つけたままですね、ローストとかに使うときに足先をどうするかっていうことがあると思うんですけど、僕基本的に
今フランベが余ってですね、きれいに抜けないんですけど、真っ黒に焦がして、つるっと抜くと、指先だけつるっと抜けますね。この状態が基本的にノーストローマンズの時は好きですね、形として。なぜこれかというとですね、このスタイル基本的にノーションさんとかよくやるんですけど、昔はここにマージュレというこの食べるための見たことありますかね、器具があったんですね。こうやって掴みながら食べる、それがいつまでか見学してこうなってるんですけど、これで残ってるのがよくクリスマスとかにローストチキンで白いモンゴンみたいについてます。あれがその名残だと思うんですけども、マンションでってやつですね、機械があって、でこのままローストでこれついてくるときは、これちょっと僕若干地面に関してはこのまま皿に乗ってくるとげんなりしてしまうので、僕はこっちが好きです。あくまで個人的な話です。使うのは、胸肉だけなので、胸肉を使うがためにくおろしていきます。でここの時点でローストではしないので皮を外します。このように一面餌を、ね、大量に餌袋に溜めている時があります。破かないように、衛生的にはあまり綺麗ではないので。胸を2枚外しましょう。内臓を開けてみて使えるかどうか判断します。もう開けて、もう癖がついてしまってとても綺麗な状態ですね。取られてからそれほど時間が経っていないと推測できます。ただし腸に当たっている部分はかなり雑菌を含んでいるので気をつけながら、まず心臓ですね。で、とても重要なフォア。で、フォアがこういうふうに下の方、腸の方に当たって溶けてますね。これはちょっと後で削ります。で、ちっちゃい方のフォア。で、ここから下は僕基本的に使わないです。JJ も、地面に関しては使うことは控えることが多いですね。で、大量の血を含んでいる肺、でそれに付随している血の塊、匂いを嗅いで判断してください。僕は今の状態がとてもいいと思うのでこう使います。
で、このようにですね、肉の胸肉の真ん中に抜けした部分があります。おそらくですけど、弾丸が通過します。玉が入ってて気をつけなきゃいけないのは、玉が撃たれて玉が体に入るときに周りで体毛を抱えていることなんですね。必ずチェックしてください。ここもですね、弾を通過したと、そのものが入っている時もあります。弾丸そのもの、胸肉の下処理が終わりました。で、鹿とフォアグラ、はい、今のフェルトの間、するのは、ジビエのトルムというぐらいですから、これもジビエやトルム、ジビエやフォア、両足足、二つ足動物両方のいいところを真ん中に持ってきたいので、片側が鹿です。鹿のロース、カトシャの、それと鳩の真ん中、ササミです。フォアグラです。フォアグラはですね、黒胡椒の方です。で、塩が馴染むまで少し置きます。
それにフォアグラを溶かし込んで、なおかつ大量に解体したビジョンラミエの内臓を溶かし込んであります。これがストックとして常備があるのが前提です。なのでその都度トルコを作るからソースを作るわけではありません。まずのシーズン、ジビエのシーズンに必ずこのソースを作っておいて、このソースを他の料理に香りつけたり内臓を使ったりして発生させていきます。ソースジビエのもあらかじめ作っておきます。これを今日使って、毎回これはこの料理、トゥルトンジビエはその場で作るだけでことは、アラミと作ることができないタイプの料理なので、必ず出るのが前提なので、その日の朝これはやる仕込みだと思ってください。でソースジビエを作っておいたものを使って完成形のソースを作っていきます。当然ですけど今だと全く同じ工程をするので、こういうビジョンラミエのカルカスが必ず出ます。これを使います。
言われになったら、コニャクとコルトの同僚、さっきの赤いの2倍よくて、大体に大体のやつです。
で昔はこの真ん中のガルディシュールの肉とフォアグラを焼いてたんです。軽く焼いてなぜかというと焼いた香りを吐いて中身は炭焼きって言いますけど焼かれてないじゃん。中身そのまま蒸し焼きになるんです。なので焼いた香りがどうしても欲しいなと思って焼いてたんです。今は焼かない方が味わったんですけど、いいかなと思って焼いてません。季節でしたら、あの写真の通り真ん中にトリュフを挟みますけど、今ちょっとトリュフの季節がないのでトリュフは入らないです。で、しっかり密着させたいので、ラップを使って圧力をかけながらくるみます。この状態、冷蔵庫で休ませます。で、残りに出た肉。ブリノワーズに切って、パンスに加えていきます。パンス、残念ながらパンス自体を作る工程を皆さんにお見せできないんですけども、これも前の日から以上の準備が必要です。ブリノワーズに切ります。で、細かく切った肉を入れます。同様に、今は鹿を切って入れました。ハートも入れます。で、先ほどピジョンを下ろした時の泡が大丈夫ってますね。肝臓と肺と心臓。心臓は血管のつながっていた上の部分を落として、こちらはソースに使います。先ほどちょっと見た目判断して、チョロに当たった辺の肝臓、この辺の部分をちょっと使わせたくないので使いません。で、フォアのうちの総量の大体半分で、これも無理に使わない方がいいですね。状態を見て判断して匂いを嗅いでみて、ペースト状に叩いてパルスに加えます。心臓はある程度歯ごたえの残るように内側に切ります。残りの方のフォア、肝臓叩いてソースに最後加えます。
で、もともとハウスを作るときに入ってはいるんですけど、これどうしてもなんだ、これもそう結構な量を作るので、フレッシュの状態で使い切ることができません。なので、一つ一つ約120時間の放射で小分けにして真空して冷凍します。なのでどうしても香りが落ちてしまう。その香りを元に戻すためにここで少しずつ加えます。キャトレックス、胡椒、黒胡椒です。塩、ジュニエルのチーズ、ジュニエル、クードジェフの小さい頭、小さいなんていうか頭だけ入れすぎちゃうと強力すぎるので、多くの人が苦手な香りになってしまいます。ジュニエル1つ、あ、失礼します。ここでハウスの完成です。今僕これも自分のお店、先ほど焼いて味見をしているのでしませんけども、必ず少量フライパンで焼いてみて味見してください。その都度味が違うと思うので、ご立派ですね、ユタジュ9番でした。さっき冷蔵庫閉まってるの、セルフルを使って成形していきます。さっきラップで包んだやつですね。半球状のドーム型になるように、あと隙間が、ハウスの隙間ができないように、今見てるだけだと動画で結構力を入れて、こうおにぎりのようにギュッとしてます。一回冷凍庫に入れて、食器も高くて今緩いんで、壊す。冷凍庫に刺してもらう。あれがしますので、時間があるんで、ご質問とあれば。
経験を積まないとわからないかなと思います。例えばその鹿でも本州鹿とエゾ鹿だと全然味わいが違うって、なかなかタッチしてみないとわかんないと思うんですね。で、ちょっと表面を締めたので、冷凍庫で固くなった状態のものに今度上からオリパイをかぶせていきます。ちょっとまた10番のセリフ使いたかったんですけど、でこの時大事なのは空気が内側に入っているか入ってないかしっかり確認しながら、もし入ってたら抜きつつで二回り大きいセリフで抜きます。で、今ちょっと早く乾かしたかったので冷凍庫で表面を乾かすように入れてもらうように向こうに置きましょう。先ほどその本土準備に関しての質問をいただいてて、常々思ってるんですけど、本当に地面に関しては比較があってないようなものだと思うんですよ、料理を作るときに。なので、やはりある程度経験を積んでいただいて、見て判断するということがとても大事じゃないかなと思います。ただ、日常の業務でね、自分のところに働いているレストランをどれだけやれるかっていうところがとても難しくて、そのレストランの方が、自分がオーナーシェフであるなら話は、オーナーシェフであるなら話は別だと思いますけど、修行中だとね、そういうところで働かないと。例えばシブレイが1頭来ました、全部頭から足まで全部下ろせますっていう仕事を経験しないと、まあ、技術を習得できないと思うんですね。そういう環境で働けることはとてもありがたいことだと思うんですけど、そうでないならばシェフになった後やっていただければ技術として習得できるんじゃないかと思います。たまたまってことは、僕の場合そういう修行先のレッスン働いていたので今現在することができますけど、なかなかね、普段業務でそういうことをやってなかったらできるようにはならないですよね。難しい問題ではあると思います。
例えばちっちゃい状態だとラパンとかが一番やりやすいかなと思うんです。やったことないんだったら。で、鳥だったらブーレ。どれも構造は一緒なんで。ただ地面が何が違ってくるかっていうと、圧倒的にその関節と関節の噛み方が違います。カキンだとすぐないように見て、ここって外れるところが、地面、野生で生きている部分、しっかりしますね。そういうことを誰かに教わったんですよ。やっぱ僕は長い時間やったのと、回数をこなしたので、自分で、あ、そういうことなんだと思うようになりました。それって、言葉で教えてもらったり、本を読むだけでなかなか難しいんじゃないかと思います。今日見ていただいて、こういう料理があって、興味を得て、得てもらえたんだら、ぜひとも実践していただきたい。 100% 同じ環境とは言わないですけど、やっぱやっていただかないと見えてこないと思うので、やっていただきたいなと思います。すみません、はい、インタージュのイベントしたことで本当はね、変えたいんですよ。今日ちょっと症状ありまして同じ大きさになっちゃって、厚さになったんですけど、あの被せる方を若干厚くしたいです。なぜかというと、今からまさにするこのレニエってタイプをするときに、薄すぎるとレンゲが入らないんですよね。で、厚すぎると当然厚ぼったくて違い火が入らないんです。だから厚すぎてはならないんですけど、上にかぶせる方は若干下より厚い方がいいです。今日ちょっと薄いです。ちなみに厚い方がいいのか薄い方がいいのかって、いまだに僕の中で毎年試行錯誤ですね。最初の頃はフィルター上薄ければ薄いほどいいと思ってました。で、今は質問にあった通り、上と下で厚さを変えて、上を若干厚めにして、レニエを今の作業を深めに入れて、焼き切ると厚いフィルター上に深めにレニエを入れると、焼き上がった時に高低差ができるんですよね、フィルター上は。そこが表面のサクサクした食感のコントラストになって、とてもいいと思って、最近は上は厚めにしてました。今ちょっと時間がなかったんで、休ませる時間を短めにしましたけど、本当だったらもうちょっと冷蔵庫でフィルター上閉まった後、この作業をやるともっとやりやすいです。これで焼き上がり前が完成したんで、今度はオーブンで焼いていきます。今日初見のオーブンでやるんで、100% の結果が得られるかどうかやってみないとわからないんですけど、こういう講習会で必ず聞かれることに何度で何度であるんですが、ほとんどわかんないです。この曖昧な返事で申し訳ないんですが、オーブン性能が違うと全く何度何度が当てはまらないんで、今おおよその僕の経験値の目安上で210度で7分でいってます。じゃあそれでやってみます。で、その後、トゥルネして180度、風の当たり方、熱の当たり方を変えるために、均一のために180度展開させて7分。その後、160度のオーブンで4分。そして、ルポゼ、休ませるのを4分から5分取って、最後に高温オーブンで1分の工程でやろうと思っています。なんで、ここから約30分近く、ちょっと調整で、実際にやることがなくなっちゃうんで、ご質問等がいっぱいあるようですから、遠慮なくしていただいて、その時間に当てようと思いました。で、最終、ここのソースから先にやってしまいますね。ここのカルカスを入れて、軽く煮出したソースに、これ実際の営業中です。
ここまで営業まで準備しておきました。営業中もうちょっとでクルトが出ますというところです。ちょっと水分足りないので、リッチですけど、お酒を飲みます。水でも構いません。店でソース用に仕込んでいるトーションフォアグラ、まあ、テリートフォアグラと思ってください。フォアグラを出る上、掃除して、コニャックと白コルト酒、砂糖、塩、胡椒でマリネした、トーションで巻いて、コンブラン、火を通してあるものです。ビジョンの心臓以外の内臓、血の塊、ちっちゃくや、はい、溶かし込みます。で、この時ソースの液体温度量を温度が高すぎるとすぐ加熱されて固まってしまいます。クレームアンドレーズっていうお菓子のソースがありますよね。あれと同じ状況です。なんでいきなり高いところに入れてしまうと固まってしまう。あ、まあ、ネットの中に卵を入れて入れるのと一緒ですね。そしたらすぐ固まっちゃう。そしたら繋がりません。低い温度からゆっくり加熱していって、つないでいきます。
普段ですと完成されたソースジビエと別にソースフォアグラと鹿の骨と筋から作ったあのジビエのソースの一種ソースフォアグラと、それで最終的に味をコントロールしていきます。ちょっとだけ本当はフォアグラと落ちるけど今日持ってきてないのでジビエでコントロールしています。仕上げの仕上げにホイップ、これでこして完成です。付け合わせはセロリダブル、デセロリのピューレと、フランボワーズのピューレが入ったベトラブのピューレです。フランボワーズ、まずデセロリのピューレの方はこれ全体的に味のトーンがすごい強いのでまろやかにしてくれます。でこちらフランボワーズが入っているので甘酸っぱい、もともとベトラブの土の香りが混ざったものがいいアクセントになります。
向こうのパイロット来てくるんで、